このビデオではテキストおよび自動テキストラベルポインターに使用できる様々なオプションを紹介します。ラベルのデフォルト設定ダイアログを開き、テキスト、自動テキストラベルを選択して参照線パネルに移動します。ここでは参照線の位置と長さを設定できる3つのボタングループが確認できます。最初のボタングループは参照線の接続方法を定義します。ここで ラベルをボックスに接続、ラベルを1行目に接続、またはラベルを最終行に接続のいずれかを選択できます。2番目のボタングループは選択した接続方法に応じて変わりますが、ここでは上部接続ポインタ、中央接続ポインタ、または下部接続ポインタを使用します。 最後に先に選択した要素に参照線で下線を引くことも引かないこともできます。中央接続ポイントで最初または最後の行に接続する方法を選択した場合、下線オプションはグレー表示されることにご注意ください。それではこれらのオプションをすべて実行してみましょう。まず各グループの最初のオプションを有効にし、 OK ボタンを押して変更を適用し、このダイアログを閉じます。次に構造要素のラベルを配置しましょう。ラベル設定ダイアログを毎回開かなくて済むように情報ボックスを使用します。この情報ボックスでは先に説明したポインターラインの接続についてもすべて確認できます。配置されたラベルを選択し、 単焦線の接続を中央接続ポイントからラベルテキストの下部接続ポイントに設定しましょう。ご覧の通り、単焦線はそのまま残り、テキストボックスは基準線に沿って移動します。ここで、ラベルを1行目に接続とラベルを最終行に接続オプションを適用してみましょう。最後に下線機能を試してみましょう。 行ではなく、テキストブロックに対して参照線を配置する場合、行数を考慮することが重要です。この数が奇数である場合、中央の線が参照線によって消される可能性があることにご注意ください。